よお前ら DJ っつのパーティーによく集まってくれたな。さあ手を叩きやがれ。いいぞ。さあお前ら俺の真似をしてみろ。体の前で X を描くんだ。そうだ、いい感じだぜ。さあ両手を広げろ。大きい X を描け。いいぞ、さまばれ。面白いじゃないか。さあお前ら、これから DJX 様のパーティーが始まる。だがその前にお前らには少し注意しておきたいことがあるんだ。いいか、よく聞いてろ。まずお前らの足元にある足跡マークってやつだよ。見てみろ、あるだろ。そこからは絶対に足を踏み外すんじゃねえ。いいか、ジャンプをするときもその場で飛べ。そうだ、いい感じだぜ。次、マスクは取るな。そして声も出すな。いいか、お前らが声を出してしまうと DJX 様の音楽のエネルギーが下がっちまうんだよ。それはいけねえな。いいか、お前らには DJX 様の音楽を心の外から楽しんでほしい。拍手や手拍子、ジャンプで心の声を聞かせてくれ。いいか、分かったやつは手を挙げろ。ジャックだ、もう一度言う。分かったやつは手を挙げろ。いい感じだぜ。お、パーティーの準備が整ったようだな。楽しみに待ってろ。
底知れぬ欲がお前たちを支配し動かしているんだ。よく自分の胸の中を見てみろ。あるんじゃないのか、見ないようにしてきた欲望が、黒く渦巻く欲望が。お前が信じられるのは心の奥底にある悪、そして欲だ。今こそ己を解き放つ。いずれわかるだろう。
お前たちの中に潜むはず。お前たち自身を生かしているということ。 Yeah.
中にあるそのエネルギー、恐怖と歓喜、表裏一体、偽りの笑顔の裏にある憎しみ、妬み、そねぎ、悪の感情は全て喜びに変わる日が来るのだ。味わい尽くすのだ。己の中にある悪という毒。